こんにちは、みなりんです。今回はリメールの店舗で買えるアイテムをゆっくりお話メインで紹介していこうかなって思います。もしかしたら気になってる方いたかなって思ったので動画にしてみました。もしかしたら抜けがあるかもしれないので、そこはご了承ください。ちょっと僕も全部把握してるわけではないので、僕が知ってる限りの情報をね、皆さんに共有できたらなって思ってます。あとリメールのオンラインショップ、あれでも一応店舗限定のアイテム買えるんですけど、たまにしか開催されないので、今回は店舗で買えるよっていうやつを紹介する動画になってます。で、一応この辺りの商品店舗限定のアイテムになるんですけど、結構完売してる商品が多いので、香水とかベルトもなかったですね。なので時期によって結構完売してたりするので、ちょっとそこだけ注意してください。まず僕が持ってるやつから紹介していきましょうか。最近買ったやつは手袋、こんな感じでウールブレンドかな。リブの部分が少し長めになってて、こう腕まくってね、つけてあげても可愛いです。片方だけアクセントつけれる感じですね。で、一応定価が5500円ですね。割と最近 M65 の上にかぶせるコーデを組んだんですけど、結構かっこよかったです。ちょっとミリタリー感も出せるアイテムにはなってるのかなって思いました。あったかいですよ。ちょっと手くすぐったいけど、お出かけで使う分にはめちゃめちゃ良かったです。僕最近使ってます、これ。店舗で買ってからなんか今半額になってたかな。僕買った時半額だったんですよね。 50% オフで買えて。で、2つ目がリング、3300円だったかな。これあれ、ゾゾタンで買えたっけ。でも店舗で一応買えるんですよね。限定じゃないかもしれないです。ただ僕がめちゃめちゃおすすめしてていいんですよね。結構思い出のアイテムでね、初めて店舗に行った時に買ったリングなんですよ。人差し指につけるのが僕が一番好きです。アクセントにできる大きめのリングになってるので、結構マットな質感なので、大人の方でも全然着用できるようなアイテムになってます。で、3つ目か香水ですね。今多分品切れかな、店舗の方ちょっと分かんないですね、これの在庫状況は。ホワイトサボンっていう香りで、このパッケージがめちゃめちゃ可愛い香水になってます。香りはあのオーパラディのサボンあるじゃん、あれに爽やか感がプラスされたような感じが近いかな。いいですよ。これ別の香りもあるんですけど、リメルの香水はマジいい。もうちょっと完売してるかもしれないですね。もうちょっと待ってたら、もしかしたら再入荷とかあるのかな。このケースに傷がつきやすいので、何か袋に包んで持ってった方がいいですね。僕バイト先にずっとこれをバッグの中に入れてたら結構傷ついちゃったので、こんな感じで。なのでなんかイソップの袋とか包んであげて持っていくとめちゃめちゃいいと思います、傷つかないので。で、4つ目がベルトです。ラムレザーのベルトなので、結構柔らかさのあるねベルトになってて、シンプルなデザインになってます。これが10,000円です。リメルのダブルタックのパンツとタックインするとき、これとセットで使うとめちゃめちゃかっこいいのでおすすめです。いいですよ。ただ傷がつきやすいかな、ちょっとね、爪で引っかかったりするとちょっと傷がつくので気をつけてください。これも店舗を初めて行ったときに買ったんですよね。思い出のアイテムだあー、そうだな、トートバッグも前行った時あったなですね。割と使う機会は一番多かったかもしれない、今年は。あ、去年か。で、お次はこちら、ラムレザーのボディバッグですね。これが、あ、これこそ一番使ったかもしれないですね。中が麻調っていうか麻っぽくなってて、イソップの袋みたいな感じ、中にリメルのタグがついてたりして、いや、一番のおすすめはこれですね。ポーチ型のやつもあるんですけど、なんか僕こっちがいいかなって思います。2つここに収納するところがあって、あ、薬が入ってた、頭痛薬とか入ってた。マジで使う機会が一番多かったアイテムですね。中に白 T とかでシンプルになった時のアクセントにつけることができるので良かったですよ。これこそ経年変化が楽しめるアイテムになってます。サイズ感的にめちゃめちゃ収納できるというわけではないんですけど、財布とか、なんかお出かけする時って基本財布しか持たないじゃないですか。僕は財布しか持っていかないんですけど、そういう時ね、財布入れるだけちょうどいいんですよね。あ、まあ長財布は入んないかな、折りたたみ財布の人は余裕で入るので、サイズ感的にめちゃめちゃちょうど良かったです。で、ちっちゃいところにはさっきみたいに頭痛薬とか常用薬入れておくとサイズ感的にはちょうどいいと思います。
でラストクリスマス限定なのかな、なんかねラッピングが300円でできるんですよね、リメルの。ちょっと動画あるかな、なんか巾着袋みたいな感じで丸くなってて可愛いデザインになってます。でプラスなんですけど、リメルでお買い物するときにタグみたいなのが一緒にくっついてきます。こんな感じのセンキューって書いてあるタグとかもついてくるので、僕これちょっと部屋に置いてるんですよ、可愛いから。で、あとこういう QR コードついてるタグもついてきますです。一応僕が持ってる店舗限定のアイテムは以上です。で次に僕が持ってない店舗限定のアイテムを紹介していきます。ごめんなさい、在庫状況は全然わかんないので、公式のインスタグラムのストーリーで載ったら在庫状況がわかるんですよね。ちょっとそれを待ってた方がいいかもしれないです。まず一つ目がトートバッグですね。ちょっと公式の画像は著作権的に使えないので、ちょっと言葉だけの説明になります。 ZOZO タウンの中古でね買ったやつがあるんですよね。ちょっとイメージ的にですけど、こんな感じだったんですよ。若干ちょっとここのデザインとか違かったりするんですけど、こんな感じで一つでつながってるのが2つに分かれてて、あの普通のトートバッグの形になってます。でこれよりもなんか視覚感が強くてキャンバストートバッグっぽいですね。で次の限定アイテムがこちら、ウールシャツですね。これは店舗で写真撮ってきたので使います。価格とかちょっと撮るの忘れてきたんですけど、ちょうどスタッフさんがこれのブラックを着用しててめちゃめちゃかっこよかったです。柔らかみのあるシャツで、すごいジャケット感覚で着れるような感じですね。でお次がこちらのリングです。ちょっとホコリがすごいついちゃってますけど、シルバー925を使用したツイストリングですね。でお値段1万1000円になってます。で次ポーチ、これで同素材のポーチですね。値段が変わらなくて、この形だけ変わった感じ、結構可愛いですよ。あれ真ん中のボタンもちょっと特徴的で可愛いですね。でもうちょっと店舗限定あるんですけど、この香水のマスクリーンっていうカラーが、カラーじゃない香りか、一応石鹸の香りをベースにウッディ系の香りをプラスした上品系な香りになってるみたいですね。僕今使ってるこのホワイトサボンはナチュラルな印象になるようなリネンタオルをイメージした優しい石鹸の香りみたいですね。あの清潔感っていう言葉がめちゃめちゃ合う香りになってます。 あとハンモックショルダーバッグ、これまあ、ちょっと別のブランドなのであれですけど、形的にこんな感じのショルダーバッグで、ここの部分は金属でした。イメージ的にはここがこうなってる感じ、まん丸。ハンモックショルダーバッグいつか欲しいですね。あれも結構いいんですよね、コートとかも合うし、割とこれと同じくらい使う機会は増えそうで欲しいんですよね。な感じかな。ちょっと抜けがあったらごめんなさい。僕が思い出せる限りでは何点だろう、10点ぐらい店舗では買うことができます。で個人的に店舗に行くメリットで一番でかいなって思ってるとこは、 ZOZO で完売したアイテムが結構店舗に行くと買えたりするんですよ。距離的にね行きづらい方もいるとは思うんですけど、距離が近かったりしたら店舗に行くのは結構おすすめですね。 ZOZO だと速乾する可能性があるのがちょっと怖いので、渋谷とか原宿とか行った時についでによかったらね行ってみてください。初めて店舗に行く人はちょっと緊張するかなって思うと思うんですけど、僕がめちゃめちゃ緊張する人なので、あのなんかインスタでめちゃめちゃ見てる人が実際に店舗に立ってるところを見るとめっちゃ緊張するんですよ。今日の動画は以上こんな感じです。もう少ししたらお洋服以外の動画もちょっとどんどん投稿していきたいなって思ってるので、ブログはちょっと少ないですけど、ブログ的な GRWM とかそういうゆったりした動画も、お洋服以外についての動画をちょっと作りたいなって思ってます。もうちょっとお待ちください。投稿頻度をねどんどん上げていきたいので工夫してる最中になります。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ちょっとこれからもよろしくお願いします。ではバイバーイ